はい、どうも、ザワと申します。ハピメア体験版続きからやっていくんだけど、前回ね、すごい中途半端なところで、ちょっと時間なかったんで、切っちゃったんですけど、なんかアリさんと、なんか現実世界のね、記憶があるとかないとか、あとは、現実世界ではどんな感じなのかみたいな話とかをしてましたね。で、友達の話になってというところで、じゃあ見ていきましょう。哲也っていうのが、それこそ付属の頃からの友達なんだけどな。おー、終わった。カクカクしかじかってこと？はいはいはい。カッチカッチと、どこにあるかわからない時計の針の音が鳴る。そうやって、部長や哲也、他にも学校であったことなんかを話している間も、マイヤはやってこなかった。あー、やってこなかった。マイヤちゃん、来ないんだね。だから、来なくていい。アリスが気にしなくてもいいって。同じことを考えていたのか、アリスがとんでもないことを言う。わざわざ口に出さなくても。だけどね、マイヤちゃんって、トールとサキちゃんのこと大好きっていうのは伝わってくるのよ。おー、本当に？おもちゃにされてる感じはすごいするけど。なんか好きな人のことをさ、いじりたくなっちゃうじゃないけど。まあ、その、あの子の愛情表現は、さすがに私もどうかなと思うんだけど。うん。やってることはともかく、態度は昔からあんなだったけどな。そうなんだ。それで、さてと、そろそろ起きられないかね。アリスが何か言いたげなのを遮って、俺は立ち上がる。それ以上、マイヤの話を続けたくなかった。うん、これ以上広げられるとな。テーブルの上のお菓子は、食べても食べても、いつの間にか補充されていて、減りも増えもしない。そうなんだ。で、味はあってうまいと。で、腹は膨れた気がすると。ただ、俺はすぐに腹が膨れてきたのに、アリスは構わず、パクパクと食べ続けていた。もうちょっとおしゃべりしようよ。暇なんだってば。暇なのか。そう言っても、俺は教室でぶっ倒れたんだぞ。みんなに心配かけてるだろうから、早く起きたいんだよ。そうだね。だって言うのに、のんきにここでお菓子食べながら女の子とおしゃべりしてました、なんてのはまずいか。悪夢にうなされて、余計に心配かけるよりはいいと思うけどな。ふむふむ。と、アリスは指についたクリームを舐め取ると、立ち上がって扉のノブに手をかけた。いつも起きようとすると、鍵のかかっているその扉だけど。あれ？開いた。お？鍵はかかってないのか、あっさりとノブは回って、扉が開いた。ここから出たら起きられるかもな。次の夢の始まりだったりして。やめろよ。本当にそうなったらどうするんだ。なんか嫌だね、その無限ループみたいな。そしたら最後までちゃんと付き合ってあげるから。で、なんで嫌そうな顔するの？私と一緒にいるのがそんなに嫌か。夢が終わらなかったらってげんなりしてるんだよ。どうせアリスに会うならこんな厄介な夢じゃない方がいい。それどういう意味？普通に出会いたいってことよな。仲良くなりたいと。普通に遊びに行ったりできる方が気楽だって言ってるんだよ。マイヤにビクビクしたり変な夢を見てしまうんじゃないかと思いながらは当たり前だけど疲れる。どうせなら心配事なんてない方が当然楽しい。そうだね。どうしたん？なのにそういうアリスの声はどこか寂しそうだった。まあまあ、いいからいいから。それじゃ、ドーンと言ってみよう。ドーンうわ、ちょっと待て。一瞬見えたその様子は何だったのか。アリスは扉の向こうに俺を突き飛ばしてくる。突き飛ばすって、そんな力あんの？体ごと？そのまま俺はこらえきれず、一歩踏み込んで、行ってしまうと。すっと足の裏の感覚がなくなる。落ちる。というよりも、登るような浮遊感に身を任せると？あー、なんかさ、俺も一回バコーンってさ、寝てからさ、起きるときにバコーンなるじゃん、机に、こう、突っ伏してると、デローンってさ、
あのバコーンはさ、なんだろう、周りから見たらすげえビビるだろうね。いやー、俺もね、他の人のバコーンは一回しか見たことないんだけど、なんか痙攣したみたいになるよね、一回、一瞬。あれおもろいよな。保健室かな、これ。目を覚ますと、俺は知っているけれど、馴染みのない場所で寝ていた。俺は知っているけれど、馴染みのない場所？カーテンに仕切られたベッドの上、普段はあまり、嗅がない薬品の匂い。ここは保健室のベッドの上だった。メガネ。ぼんやりとしたまま顔を触るとメガネがない。慌てて枕元に手を伸ばすと、ベッドのパイプが手に当たった。あ、起きた。はい、メガネ。お。ここで弥生さんが来ると。宙を描く俺の手にメガネが握らされる。レンズの度の入っていないそれをかけて、俺はやっと安心して目を開ける。指紋ついたな。なんて思いながら、何度か瞬きをして、そこにいる人が、誰かやっとわかった。なぜか、部長が笑顔で俺に手を振っている。何事っていう。最初は見間違いかと思った。俺が授業中に倒れたんで、心配した先が来たんじゃないだろうか、と思っていたのだけど。おはよう。目、覚めたみたいね。どこからどう見ても部長だった。どうしたんだろうな。おはようございます。うん、とうなずきながら部長が俺の頬をついてくる。何してんですか。暇つぶし。というか、なんか幸せそうな顔して寝ちゃっててつまんなかった。いい夢でも見てたの。まあ久々に悪い夢ではなかったです。起きてみればマイヤも出てこないで、ただアリスと茶を飲みながらダラダラと話していただけだ。確かに、まあなんだろう、悪い夢ではないって言ったらいいのかな。確かに悪い夢じゃなかったどころか、俺の見る夢の中では自己嫌悪もないし幸せな夢だったと思う。最近のトールは毎日うなされてるってサキちゃんは言ってたのに。そりゃ夢見が悪ければうなされますよ。と部長は分かったのか分かってないのか分からない返事をする。もうわけわかんないな。それより部長、人の頬をつつくのやめてください。誰かに見られたらどうするんですか。大丈夫よ、他に誰もいないし、先生も今出てっちゃって留守番任されてるのよ。いやー、でも風音さんボイスでお姉さんで保健室って最高やな。もう保健室の先生でもいいな。それが俺の頬つつく理由にはなりませんって。俺がその頬をつつく手をのけると、部長はあっさりやめた。それで知り合い見つけたから寝顔でも眺めて暇つぶしですか。そうそう、さきちゃんが結構飽きないって言ってたじゃない。そういえばそんなことを言ってた気がするけど、それと頬をつつくのは別問題だ。楽しいんじゃない。それにしてもドールってば寝顔は結構可愛いのね。ぎしっとベッドに手をつく部長、その体を転がっている俺に向かって乗り出してくる。何してんですか。保健室に男と女が二人きり。しかもベッドまであるし、何か間違いが起きたらどうするつもりかしら。やるしかないだろこれ。そんなの責任取るしかないだろこれ。怒るんですか。怒っていいのか。その表情や言葉にドキッとしたものの、ドキッとするわな。俺はごまかす意味でも本気でもため息をついた。何その態度、なんかバカにされてるような気がしてくるんだけど。しました。大体部長の性格からして、そんなバレるかもしれないリスクなんて負わないでしょうが。あら、もしかしたら見られちゃうかもしれない緊張感がたまらないタイプかもよ、私。お？だとしたら、そういうのは俺じゃない相手とお願いします。バクバクと心臓が鳴ってるのを押し隠してすげなく断ると、部長はわかりやすくムッとした顔をする。
俺は部長から離れるようにパイプのフレームを背に身を起こす。で、部長はなんで保健室に来てるんですか？とても体調悪いようには見えませんけど。そしているのはいいけど、読む本もなくて手持ち無沙汰だった様子が手に取るようにわかる。あら、女の子が風邪でもないのに保健室にいる理由なんてそんなにあるわけないじゃない。サボりですね。女の子の日よ。当たり前のように言われて、俺はさらりと受け流すのに失敗して固まってしまった。それを見て部長はクスッと笑う。不覚というほかない。いやーね、冗談よ冗談。トールの言う通りサボりでいいのよ。だったら変な冗談言わないでくださいよ。ごめんね。だけど仕返ししたくなっちゃったんだもの、仕方ないじゃない。だとしてもやり方があるんじゃないかと思う。楽しそうだな。というかですね、いくら部長が運動音痴だからってこうちょくちょく体育サボるのはどうかと思うんですよ。そう、体育苦手なんだな。まあそのお胸で、そのスタイルで外走ったりしたら、そりゃえげつないだろうな。なるほど、病弱キャラ。ハーフの優等生が病弱ってツボだと思わないかしら。あ、俺はあんまり俺はあんまりかな。そうですね、何も知らなければ俺もきっとそう思ってたと思います。いっそ知らないでいてほしかった。そうすれば俺は優しくて美人の金髪の部長がいる部活で甘酸っぱく過ごすことができたのに。まあ見かけだけでもな。あら、なんでそんな悲しそうな顔してるの？あんたが原因だ、あんたが。私って悪い女ね。何を今さら。喉から出た言葉を飲み込む。出てるやん。喉から出たった今。おー、ああなるほどね。ほぼ出てるやんそれも。出たって。優等生にしても授業サボってちゃ体育の成績つかないでしょうに。落としたらどうするんですか？落としたらどうするじゃなくて、落とすならその分をどうすればいいかで考えればいいのよ。あ、ないものは望んじゃいけないのよ。なんか俺と同じ感じだ。俺と同じ感じの匂いがするな。うん、なんかうまくサボるみたいな。結構やるんだよな俺も。結構やるんだよな。おかしいか、やばいか。これだ。俺がこの人を時々怖いと思うのはここだ。ないならないで甘えないし、意味もなくねだらない。そして必要な犠牲ならためらわない。温情なく、呵責なく。それを当の本人は適当にできた方が楽じゃない、なんていう。最初から完璧をきっちり決めて目指さないで、できることとできないことをいつも見極めて臨機応変に対処していく。それを適当なんて一言であっさりと済ませてしまうのだ。まあ、適当って本来まあそういうことだもんな。うん、ちゃんと適度にね、こう割り当てていくじゃないけど。なんでこの人がこんな風に生きているのか、できるのか、それが俺にはさっぱりわからなかった。ただ一つ感じるのは、そうなるまでに決して何もなかったわけじゃないだろうな、ということ。前向きな向上心でも、追い詰められた理由でも、何かしら必要なはず。ま、俺には関係ないか。まあ、なんかインセンティブというか、何かしら誘因があったってことよね。こうなる過程には。そうそう、大丈夫よ。トールたちに迷惑かけるようなことはしないから。そうじゃないんだけど、わざわざ訂正する気もない。大体こっちとら自分の明晰夢や悪夢の扱いだけで手一杯なんだ。今問題ないのに、そこに興味本位で首突っ込んで余計痛い目を見る気はない。それにいつも言ってるけど、トールってばそんないろいろ気にしてるとハゲるわよ。確かに。そしたら丸坊主にしますよ。おい、あ、そのイケメンがもったいないぞ。だから丸坊主にしてもでもイケメンそうなんだよな。このこれな。いや、そうでもないか。うわ、それもったいないわ。きっと似合わないし、何よりサキちゃんが泣くわよ。そうかな。
会社にも丸、坊主頭の人結構いるし、慣れてるんじゃないかな会社の坊主頭はちょっと違う理由というか、なんというかな。それで、うん、ドールこそなんでこんなところで寝てたの？ケビョ？俺教室でぶっ倒れたはずなんですけど、それが演技だったらなんというか痛い子じゃないですか。それ痛いわね。保健の先生は疲労だろうから寝かしておけばいいって言ってたけど、何？つまり寝不足とか？何これ、運ばれてきたのここまで寝てる状態で運ばれてきたのここまで、どういうことだな。いや寝てなかったわけじゃないんですけど、夢見のせいで全然休めなかったみたいで、うん、まあ精神的なところもな。自律神経大丈夫なんかな。どちらかというと疲労というか心労だ。ああ、ルシッドドリームのせいで頭は置きっぱなしになってたのね。もうなんか交感神経肩みたいな感じだよな。そんなとこです。まあ頭が置きっぱなしは今に始まったことじゃないんだけど、とりあえず目も覚めたし、いつまでも寝ていられないとベッドから降りようとしたら部長にトンと手で押し戻された。軽い動きだけど、それだけで俺はまたベッドに倒されてしまう。あの部長、どうせもうすぐお昼休みよ、それまでゆっくりしてなさい。なんだか信じられないくらい優しげな笑顔でそう諭される。なんか裏が、そう言いたくなるのをためらう他に、あ、ほどに優しげな笑顔に息を呑む。何があったんだろうっていうね。悪い夢のせいで寝てないんでしょ。眠れなくても私がここにいてあげるからゆっくり休みなさい。すいません。それを受け入れない理由は気恥ずかしい以外になかった。ベッドは思ったよりも寝心地が良くて、暖房で温まった保健室は居心地が良くて、その上部長のいい匂いまでしてしまえば確かにここでゆっくり休みたくなってくる最高だな。あら素直じゃない。ええ、たまには。なんせこんな暖かい部屋で、しかも美人の先輩がそばにいてくれるって言うんですから。わざとらしくそう答えると部長は面食らったようで目をパチクリとさせる。どうしたけれど次の瞬間にはもう余裕を取り戻していた。その美人の先輩に何かしてほしいことはあるかしら。お休みのキスとか。やるしかないだろこれ的なえ飛んだんだけど。待って、怖い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 。頼むて頼むて。ここな、ここな。その美人の先輩に何かしてほしいことはあるかしら。お休みのキスとか。いりません。それを想像するとまた顔が赤くなってしまう。頼んだらしてくれるのかななんて一瞬思ったことも否定できない思ったんか。そしてこの間の夢、キスをしてほしいという先を思い出してしまって、うん、あれな。俺は深い息をついて今度こそベッドに完全に身を預けたまあいいわ、ゆっくり休みなさい。なんでか部長はそれ以上からかってこなくて、やたらと優しい声をしていた。なるほど。あ、そういえばね、なんかコメントでいただいたんですけど、この前のあの前回の選択肢、あのサヒさんのね、やつはなんかバッドエンド行くか、あの普通上の方行くかみたいな二択らしいですね。なんか、枝分かれの仕方的には、なんかオーガストさんとかクナドみたいなパターンではないということらしいですね。はい。なので、まあ、また若干複雑なんでしょうね。まあ分かんなかったら、あれっすね。ネットに攻略のあれとかいろいろ選択肢のやつとか落ちてるので、まあ見ながらやりましょう。おとなしくね。じゃあやっていきましょう。で、昼休みが始まるや否や保健室にサキがやってきた。俺の教室、寄ったにしては来るの早すぎだろう。と思ったら部長がメールしていたらしい。弥生先輩が兄さんを捕まえておいてくれて助かりました。うん。いつもご飯いただいているし、このくらいお安いご用よ。つまりさっきのあれは俺を逃さないための行動だったらしい。タオルってば、ちょっと優しくしてあげただけであんな素直になっちゃって可愛いったらないわ。なっちゃいますよそりゃ。
一瞬でも優しい部長に甘えるような態度をとってしまって、俺は恥ずかしさに顔が真っ赤になった挙句転がり回ってそのまま逃げ出したかってうわーっつってそのままね。兄さん、なんだかんだで美人に弱いですから。あなたもや。そしてその、そして事の詳しい経緯は知らないにしても、さきは冷たい目で俺を見ていた。まあ、また悪魔にうなされてたわけでもないみたいなんで、そこは良かったと思いますけど。さっきはアリスと適当にあの部屋でダラダラしてるだけだったしな。本当にうっかり答えてからハッとした。部長はアリスと首をかしげているその横を。さっきはふーんとどうでもいいように一息こぼす。俺の中に変な緊張感が高まる。それで兄さん、あのアリスって女は結局どこの誰なんですか？怖っ。その顔でその怖いな。にこやかだな。にこやかなんだけどなんか怖いんだよな。そしてにっこりとこれ以上ない笑顔を俺に向けてきた。やばい、俺死んだかも。そんな危機感すら覚える。それは俺も知らない。マイヤの出てくる夢にサキが巻き込まれたのは理屈はともかく理解できるけれど、その夢になんで俺もサキも覚えのないアリスがいるのか、それがさっぱりわからなかった。そのアリスって誰よ？不思議の国のアリスかも。いや、本人も自分のことがよくわからないとか言ってましたけど、気づけば夢の中にいるとかなんとか。ふむとうなずいて部長はズズーっと音を立てて茶をすする。お行儀が悪い。まあまあまあ、まあ物質だからな。というか、あの女って何？なんでさきちゃんがその辺気にしてるのかちょっと気になるんだけど。にゃーにゃー。興味津々、好奇心で殺される猫みたいな顔をしている部長。兄さんが話してもよければどうぞ。どうしようと先に聞こうとしたらさっくりと投げられた。さすがに詳しいところまでは話せないけど。部長、あくまで夢の話ですからね。ねえ、もちろん分かってるわ。本当かなと思いつつ、俺はこの間見た夢のことをざっくりと説明した。俺が見る悪夢のこと、アリスや悪夢の花の話。夢の内容は話さなかったけれど、サキも俺と同じ夢を見ていたこと。ただ、マイヤの話やサキの見た夢の詳しい話は部長にはしなかった。さすがにね。うん、同じ部屋に毎度出てくる女の子ね。そのどっちも、トールは最近見始めたのよね。そうですね。部屋もアリスも今まで見たことはないです。少なくとも明晰夢を見始めてからはどちらも記憶にない。とはいえ、俺の明晰夢はその前に抱えていた問題をなんとかごまかすように乗り切った後遺症みたいなものだ。その頃のことはあまり思い出さないようにしているせいか、今までに一度も見たことがないとは言い切れない。もしかしたらずっと昔からマイヤの出てくる夢にはアリスもあの部屋もあったのかもしれない。ま、それよりも今興味深いのは、サキちゃんとトールが同じ夢を見ていたってことよね。露骨にニヤニヤはしないけれど、興味を隠そうともせずに部長は笑う。同じような夢を見ただけの偶然でしょ？夢は寝てる間に見る記憶の整理って言うじゃないですか。俺のせいでその辺のことはそこそこ詳しいサキが、同じ夢を見た当事者であるにもかかわらずバッサリと切り捨てる。まあ、でもまあ普通はそうだよな。まあね、私もその辺は分かってるんだけど、それでももしもっていうのがあるじゃない。そのもしもは実際にありえるんですか？ないとする証拠はない程度かしら。なんか幽霊と同じだよな。お化けなんて嘘さとか言ってるけど、証明できないからなっていう。部長もそんなとんでもな話を強固に主張するつもりはないらしく、肩をすくめる。ただ夢の研究って実は思ったよりも全然進んでないのよ。それにトールみたいに見た夢のことを覚えている人なんてほとんどいないじゃない。それに
俺だって覚えてない範囲で何か夢とか見てるかもしれませんしね。俺が寝ている間に見た夢を全部覚えている保証はどこにもない。明晰夢として見て覚えている以外に綺麗さっぱり忘れている夢もあるかもしれない。自分の中以外で。そういうこと。で、世界中には60億人オーバー。それに犬も夢を見るとか言われてるし、動物まで含めればそれ以上。それだけの数、夢は毎晩見られているのに、みんなそれを覚えているわけじゃないし、わざわざ夢の確認なんて誰もしないじゃない。そこまで聞いて、さきは部長が何を言いたいのかピンときたらしく。まさか弥生先輩はただ単に覚えていないだけで、同じ夢を見ている人同士がいるかもしれないなんて言うんですか？なるほどね。その通り。だってそれが全くなかったなんて証拠もどこにもなかったじゃない。それだけだと単に可能性の逆説に過ぎないんだけど、今回に限れば一つの証明があるけど、今回はサキと俺の証言があると。しかも俺が見るのは明晰夢だから、他の人よりも夢のことをしっかりと覚えていられる。そういうこと。これでそのアリスもどこかにいて夢のことを覚えてたら、この説の信憑性が高まるのにね。まあ証人もね、3人集まってきたらみたいなね。偶然は3つ重ならないじゃないけどね。状況証拠と不確かな証言だけじゃどのみち確定はできませんけどね。まあでもさ、アリスさん夢のこと覚えてないんだよな確か。あ、夢側は覚えてないだけってことか。その本体は覚えてんのかな。そうねと答える部長も当然分かっていたみたいだった。そうは言いますけど、あのアリスって女だって兄さんの理想が形になった夢の中の人じゃないんですか？どうなんだろう。そうかもって思う。俺も思ったんだけど、さっき正面から否定されたんだよな。マイヤに対してのカウンターとして俺の心が用意した存在なんじゃないのかというのは今も考えてる。当たり前でしょ。それが兄さんの夢である以上、素直に認めるわけがないじゃない。防衛意識だったらそりゃトールのことを守るために違うって言うわよね。その方がトールに都合がいいもの。そのどちらも自分でも思っていたけど、改めて二人から言われるとショックだった。俺があんなものをこうカウンターとして用意っていうか求めていたんだなみたいな。で、そのアリスはトールにとってどうだった？苦手なタイプなの？そう言われて少し考えるけど、決して苦手だなんてことはない。多少騒がしいというか元気すぎるところはあるけれど、俺の周りにはサキとか部長とか笑顔に含むところのあるタイプが多い。何かしらな意味を。そういう意味じゃ、ああいう素直なのは嫌いじゃないというか。ふむ、どうやらお気に入りと見たわ。さっきも夢に出てきたって言うけど、一体夢の中で何をしてたのやら。まあそこまではブラックボックスだもんな。してない。だいたい夢の中で俺が何をするって言うんだよ。こんなのな。それこそ夢みたいに気持ちがいいことなんじゃないの？天国行っちゃうかもしれないね、それは。スコーンとストレートに聞いてくる部長。いつものニヤニヤ笑いとかがない。そして俺とサキが呆れたように黙ってそっちを見ると、あれ？と首をかしげる。え？だって最高のバーチャルでしょ。うん。所詮夢なんだし。私ならもうゲーム感覚で好き勝手するわよ。まさかしてないの？いやいやいや、そこまでは。さっきのものすごい冷たい目線が厳しい。俺は目を合わせられないどころか手のひらを視線で遮ってしまう。兄さん、価値観の相違だ。俺はそんなにしてない。あらやだ、聞いた？そんなにですって。ってことは少しはしたのよね。うるせえ、仕方ないだろ。こっちだって男なんだよ。夢の内容まで完全に自由にはならないよ。最近はないよ。どうにかしてるよ。どういう夢見てたんだろうな今まで。トール君、そっち系に関してはな。へえ、ふーん、
弥生さんのその胸をこう使っていろいろしたりみたいなねえ、何挟んだのか正面俺の願望だったわ。正面でニヤニヤする部長と横からブリザードみたいな気配を吹きつけてくる。さっきも部長は夢に見たことがあるとは、ここではん、ここではに、ここ、うん、では言えない。その時どこまでしたかとか何をしたかとかは墓まで持っていく覚悟だ。次はそのアリスさんがお相手ですか。ふーん、そうなの。へえ。現実の相手をどうにかするだけじゃ物足りなくなって、ついに想像上の理想にまで。嘘っぺえな。さっきの冷たい空気と部長の泣き真似がむしろ俺の方が泣きたくなってくる。誤解だ。うん、ま、確かにトールの夢にしては乙女チックすぎる夢かしらとは思うわ。直前まで泣き真似をしていた部長がケロッとしてそんなことを言うと、さっきがムッとした顔でそっちを見る。だってトールが思い描く部屋にしては随分少女趣味というか女の子っぽいじゃない。深層心理とかまで行くと知らないけど。そういえばお茶会の準備が整ってる綺麗な赤とか黒のお部屋だったかしら。さっきは部屋を見回す余裕もなく、マイヤにちょっかいをかけられていたからうろ覚えみたいだった。ああ、だいたいそんな感じ。そして可愛らしくもあるくせに使ってみるとしっかりとした調度品。確かに俺の趣味じゃない。さらに生い茂る草木とか、悪夢がバラの形をしてるとか、その匂いとか。森の匂いは俺のトラウマだけど、それ以外はどうして俺の夢で悪いものになっているのかわからないものばかりだ。その上、夢の中に出てきた女の子がアリスよ。アリス、どんなイメージよ。まあそうなるわな、確かにそうなるわな。キラキラと俺を指さして笑う部長。確かに夢だからって不思議の国のアリスをイメージするのは兄さんらしくないわね。俺だって知らないわけじゃないぞ。見たのは青いドレスのアリスだっただろうか。アニメか何か、最近やった映画の方は知らないし、本でも読んだことはない。ああそうなんだ。とはいえその程度の認識だ。夢といえばアリスというほどののめり込んでいるつもりはない。まあその辺がトールの抑圧された趣味ってんじゃないって主張したいんなら、夢が混ざってるのを受け入れておいた方が都合がいいんじゃない。それはそうですけど、俺の抑圧された望みの女性像として現れた夢の登場人物というよりは、確かによほど救いがある。もっともその夢の混戦すらも俺の言い訳の産物だとしたらどうしたもんか。まあなあ、万が一その夢の混戦っていうのがあり得たとして、なんでそんなことになったのかしら。ん？だから兄さんと私だけならともかく、どうしてそのよく知らない女の夢が混ざってるの。そうなんだよね、怖いんだよね普通に。それは俺もずっと気になっていたけれど、俺にだってその辺よくわからないんだけど、あの部長、もしもその夢の混戦が事実だった場合、気になる不思議なことが増えてるだけじゃないですか。ええ、その通りよ。何、今さら気づいたの。パクリと筑前煮の最後に残っていたレンコン、あれうまいんだよな、わかる。最後に残したいよねあれを口に運んでもぐもぐなさる目の前の金髪美人。わざわざ増やすようなことをなんで言うかな。だったら目の前に転がってる悩みの方を相談してよ。ほら、何か隠してることあるんでしょ。トールとサキちゃんだけの秘密とか。無理、言えない。いやだ、ごめん、こむります。じゃあ悩み事増やしちゃったってしょうがないじゃない。なんてだよ、そこはわからないよ。だってそっちの方が面白そうじゃない。興味本位と好奇心よ。私は殺されるまで猫でいるつもりよ。ケフーと湯飲みを手に、大した量も
食べてな、大した量も食べてないくせにわざとらしいゲップを漏らす部長。そんな猫いつかきっと好奇心をこじらせて死ぬわ。まあそれも自分で選んだ結果よね。それもいいとでも言うのか。部長は笑う。その笑顔を見ているとなぜかさっぱりした笑顔なのに一言物申したくなってしまった。なるほど、確かにね、夢の混戦ね、交わるこうポイントというか、ちょっとこう気になるワードではあるけどね。はい、ということで今回やっと弥生さんとのね、パートみたいな感じになりましたけれども、まあ気になることは多いですよね。で今後となる弥生さんがこう夢の中に出てくる可能性っていうのも、まあ、もちろんあるわけなんですけれども、サキさんとねこう混戦で交わったみたいな感じで、混戦なのか分かんないけど、まあだからそういう感じで弥生さんが記憶を持った状態でこう夢の中で何か起こして、で何かこう交わって、まあ悪夢に侵されるのか分かんないけど、でまたねこうお互い会う時にあの夢お前も見てたのみたいな感じになることもあったらね、また面白そうですけども。はい、次回もお楽しみに。それではバイバイ、ありがとうね。